規則のシ,ョーのショートカットマジこれ欲しいわ。まあ燃やすか。12月4日。はい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 。審査会おはよう、おはよう。気分は、まあ、いいね。すがすがしい朝だ。なんだなんだ あ、こういうものだって。不審なグループが問題を起こそうとしている。そしてそのメンバーはこの検問所へ来たと。はいはいはい。どれですかあー、見たことありますよ。まあでもちょっとこの態度は人に物を聞く態度じゃないんで、ちょっと答える気にはならないですね。はい。まあなんか、なんかあったら言いますよ。なんかあったら。<laughs> い。じゃあな。 これ壁にどうやって書けるの壁への書き方を知りたいんだけど。こうだ。書けれた。ここなんだ、壁って。待って、これ身長なのかなもしかして1.1,1.2とか書いてあるのって。OK。じゃあ、とりあえずここは、特に何もないよね。で、こういう、これも多分ないはず。待って、これじゃねミカイル・サラトフじゃない人の名前なのかな その人が来たら、この紙を渡してねってことかもしんないね。オッケーです。ミカエル・サルトフが来たら渡そう、これを。それでは、えー、本日もよろしくお願いします。次の方、どうぞ。おはようございます。はい、書類お願いいたします。お、お仕事ですね。はい、60日。はいはいはい。間違いないでしょう。日付も特に問題なさそうかな。 はい。良さそうだね。えっ、ー、と、お名前も特に間違いなく、えー、っと、そうだね。で、あとは、えー、これチアの方ですかとりあえず、労働許可証が、こっちか。労働許可証のマークはありますね。はい、大丈夫ですね。で、入国許可証も、はい、問題ないでしょう。で、あとは、 これチアこれチアこれチアのベドール。ああ、はい、問題なさそうですね。はい、それでは、えー、良い旅をということでね。いってらっしゃいませ。次の方どうぞ。<laughs> はい、書類お願いします。あ、観光ですか。いいですね。4日間。はい、間違いないですね。えーと、パスポートの番号合ってますね。 お名前も大丈夫そうですと。はい。ここは問題ないでしょう。で、えーっと、次。これどこインポールか。インポールは遠鏡ですね。はい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 。問題ないと思います。で、終わってここでもしかして移れるこの感じ。入国許可証。はい。いいと思います。では、スタンプを置いて。はい。こんな感じで行きたいと思いますね。はい。次の方どうぞ。<laughs> はい、こんにちは。はい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 。以上。時刻の方ですね。アストロツカの方ですね。まあ、日付の問題はなさそうですね。体重8 7キロも問題ないでしょう。見た目も変わってませんね。はい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 。オーグメントね。えっ、ー、と、アストロツカ、オーグメントで発行されてますね。で、ID カードも。 ビシール地区、問題ないでしょう。じゃあ入国でいいと思います。ちょっと待って。す礼、ちょっと事務所のルンバが、エンジンを探しています。あー、まあまあまあ、わかりましたよ。機会があれば。事務所のルンバが動き出しちゃって。<laughs> すいません、失礼しました。はい。次の方どうぞ。はい、チャレンお願いします。乗り継ぎ。 はい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 。まあ問題なさそうですね。受け答えに関しては。入国許可証、半個ないですね、これ。おそらく。そうですよね。えー、っと。あ、違うな。ど、どこ、どこをさすい,いんだ。これか。えー、っと。そうだよね。印象がないですね。はい、あー じゃあ、高速でお願いします。ハンコーナーに反射います強かったどうぞ。こんにちは。急にペラペラ喋るじゃん。えっ、ー、と、名前は間違いなさそうですね。 えっと、パラディスなで発行されてますよと。はいはいはい。問題ないじゃないかなと思います。はい。人相も特に変わってる様子ないですね。はいはいはい。入国許可証に関しても、オクトバリス地区。問題ないでしょう。はい。では、良い日を。なんか、うるさいな、あの人。よき一言、一言どころか何ことも多かったぞ、今。 なんだ移住。そうなんですね。えー、っと。名前、そしてパスポートともに問題なさそうですね。あとは、インポールからお越しなので、イハンから来てますよと。で、入国許可証に関しては、はい、問題ないかなと思いますので、そういうことさせていただきますね。次の方どうぞ。 はい、処れお願いします。あ、働く予定、なるほど。1ヶ月間ですかああ、なるほど、なるほど。はい、お名前問題ないでしょう。えー、っと、パスポートの番号もいいですね。リパブリアからお越しになられてると。はい、はい、はい、はい。お、エンジニアですか、まあ。食料あっせんっていうわけではないんですけども、人を探してるという方もいらっしゃったので、 ちょっと聞いてみますか。こういうのもらってますけど、いかがですかってことでね。えっ、ー、と、リパブリア。ここですね。はい、問題なさそうですね。入国可能です。それでは、楽しんでくださいね。お仕事頑張ってください。さあ、次ですね。次の方どうぞ。処理お願いします。乗り継ぎですかはいはいはい。 月はい、問題なさそうですね。うんうん。はい、いいと思います。で、あとは、これ、チアですね。これ、ゃんのベドール。そして、入国許可証も問題なさそうですね。うんうん。では、いいと思いますので。よいしょ、お渡ししますね。お返ししますね。次の方どうぞ。<laughs> 今日すごい平穏な日々が過ごせていいね。 あー、いろいろ足りないな。とりあえずパスポートくださいね。2ヶ月ね。あ、はい。ありがとうございます。えええーなんでーどうして怪しい人だったんだ。え、待って ちょっと待って。えっ、ー、と、落ち着いていこう。テロリストの襲撃により本日の業務は中断された7等級の住居に、えー、転居可能。7等級の住居に転居可能。はい、ただ、住宅費とかが上がっちゃいますという派です。住居費が上がっちゃうよって話ね。これ、等級上げるとなんかいいことあんのかなあったか暖房費かからなくなるとかだったら、すごいいいメリットだと思うけどな。 これを燃やすか燃やさないかですね。選択をしてもらえてます。まあ、もらっとくかこれ。今回は別に何もやってないよね、ぶっちゃけ。いや、でも怪しいところからお金もらうと、その後脅される可能性があるんだよな。でも、結局、受け取ったって燃やしてるから、あんま意味ないんだよね、ぶっちゃけ。なので、もらいます。転居もしましょう。